はい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 。DeNA の石川投手の獲得調査もありましたし、巨人の育成の三軍の選手ではあるんですけども、ものすごい逸材のピッチャーがね、いたりとか、侍で井上投手がいいピッチングをしたりとか、すごく巨人のピッチャー陣というところが改めてね、すごいというか、補強であったりとか、話題になっておりますので、今日はちょっとそれに関してお話をしていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、巨人のピッチャー陣というところに焦点を当ててですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思っております。はい、まあね、本当に今、オフに入りましてね、補強であったりとか、まあ、いろんな話題がね、たくさん、飛び交っている中ではあるんですけども、やはり、まあ補強もそうですけども、まあ今いる選手たち、特にファームの選手であったりとか、まあ巨人で言うと三軍の選手になんかもですね、非常に逸材であったりとか、目が出てきそうな選手っていうのもたくさんいると思いますんで、今日はですね、石川投手の補強もそうですけども、まあ巨人の三軍の選手にね、すごくいいピッチャーがいるので、それをちょっと お話ししていきたいなというふうに思ってます。はい、まず石川投手。獲得調査、巨人が乗り出したというようなね、記事がありました。まあ、もともと、僕、石川投手、ああ、いいピッチャーだなーというふうに思っておりまして、まあ、DeNA、昨年、勝ちパターンなんかでもね、投げておりましたんで、非常にいい左投手がいるなっていうね、打ちにくそうだなというかね、球速以上にバッターがこう、振り遅れてたりとか、まあ、そういったことが、非常に、多かったので、多分打ちにくいんだろうな、このピッチャーっていう風にね、思ってたんですね。ただ、その石川投手がですね、今年、戦力外になってしまったというところで、まあ噂では、まあ育成落ちの契約をちょっと蹴って戦力外になったんじゃないか、みたいなところもありますけども、まあ、それだけね、いいピッチャーではあるかなという風に思うので、まあ巨人、もしかしたら取りに行くんじゃないかなと思ってましたけども、まあ、獲得調査、乗り出したというところで、まあ取りに行く可能性は非常に高いんじゃないかなっていう風に思ってます。はい、その中で、まあ石川投手のプロフィールを少し見ていきたいと思うんですけども、26歳ですね、法政大学から2020年に育成ドラフト1位で、DeNA に入団しましたと。はい。で、1年目からね、非常にこう、いいピッチング、2軍でなんか4勝ぐらい上げてたんですけど、その年はちょっと見送られて支配下はね。で、その次の年ですよね、2022年にですね、支配下登録されましたと。で、よく、石川投手はどんなピッチャーっていうふうに言われると、まあ、2種類、の、まあちょっと違ったフォークボールを投げ分ける、非常にこう、いいピッチャーというふうに言えることができると思います。特に先ほども言いましたけども、まあ球速以上に、球が速く見えるっていうふうなところがありましてね。特にそれは、フォームが関係してるんじゃないかなと思ってまして、結構ゆったりしたフォームから、投げてくるので、バッターからしたらちょっと遅いんじゃないのって思うんですけども、まあ最速150キロというところで、まあ非常に制球力もあるというところで、まあ巨人、まあ安倍監督がね、ど真ん中で勝負しろとかよく言ったりしますけども、まあそういったところでも非常に、フィットするピッチャーなんじゃないかなと思っております。で、今年の成績。はい、今年なんかは、まあ開幕1軍だったんですね。開幕1軍だったんですけど、まあ5月、の後半あたりに、まあ、抹消されて、そこから一回もね、一軍に上がってないという状況になります。で、一軍での登板の今年の成績は、15試合投げておりまして、2ホールド。で、防御率が 1.93。で、VIP が 1.29 となってます。なんでこれでクビになったのかなっていうふうに、正直思いましたね。はい。で、二軍での成績は、28試合。で、4勝2敗。防御率が 2.84。で、ウィップが 1.29 というふうになってます。まあ、いろいろ原因を探ってるとですね、
まあ、浜口投手がですね、まあ、中継ぎに、なったというところがありますんで、まあ、その影響もあって、まあ、戦力外になったのかなっていうね、ところは正直あるんじゃないかなと思います。で、今季の巨人の状況というかね、ブルペン陣を見ていきたいんですけど、まあ、今季、まあ、非常に昨年のオフね、補強したという影響もあって、非常にいいピッチングができてたと思います。防御率もね、非常にチームの防御率非常に良かったんで、いいかなっていうふうに思ってる方多いと思うんですけども、まあ実際、左ピッチャーというところに関して言うとですね、まあ後半なんかはバルドナードと高梨投手、まあこの二人で、まあ実質回してたっていうところがあったので、そういったところで、まあ非常に、まあいいピッチャー陣ではあるんですが、まあ特に日本人の左投手というところで言うと、まあ少し弱いのかな、まあ、強いて言うならね、強いて言うなら弱いのかなっていう感じはあります。で、まあ他の投手で言うと、まあ横川投手だったりとか、うん、中川投手、まあ大江投手なんかもね、まあいたりしますけども、まあ実際、まあ大江投手も、まあ状態があまり良くなかったりとか、まあ中川投手もね、まあ怪我の影響もあったりとかありまして、まあ実際あまり、うん。まあ、もう実質、高梨、バルドナード。この二人ぐらいでやってたっていうのがありましたと。で、後半なんかは特にバルドナードが少し、良くなかったっていうのもあったんでね。うん。来季、まあ、実際バルドナードがね、どれぐらいやれるのかとか、高梨さんもどれぐらいやれるのかっていうのも、まあ、わからないところもありますから、まあ、左の日本人ピッチャーを補強しておく。まあ、これに越したことはないと思うんですね。で、その中で、白羽の矢が立ったのは、この石川投手というところで、まあ非常にいい補強、まあまだ獲得、決定したわけではないですけども、非常にいい補強なんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ非常にジャイアンツの場合は、今、枠をね、非常に空けてるというところがありますから、別に育成での契約じゃなくても、僕は支配下の契約からでも、僕は十分いいんじゃないかなとも思ってますけども、まあ、ぜひね、そちらの感想なんかも、コメント欄でシェアしていただけると嬉しいと思ってます。はい。でですね、次、二つ目の話題なんですけども、まあ、育成の三軍の選手ではあるんですが、まあ、非常にいいピッチャーがいるよっていうような、ちょっとご紹介をしたいと思います。もしかしたら、前の、以前の動画でですね、紹介した、多分紹介したと思うんですね。うん。僕、園田投手、は、この投手はマジで化けるぞっていうふうに、おそらく、まあ見返していただいたら多分あるとは思うんですけども、まあ、一軍のね、周期キャンプというか、まあ練習に、その育成の園田敦樹投手と、千葉貴弘投手がですね、まあ参加してると。で、安倍監督も、来季の春のキャンプですよね。春のキャンプで、チャンスを、あげるというふうなことを明言してる投手二人なんですけども、まあ非常にタイプの違った二投手。うん。園田投手は右投げ。うん。長身で、まあ非常にピッチャーらしい感じ。うん。で、千葉投手の場合は少し小柄ではあるんですけども、左投手で、ちょっと器用な感じ。うん。二人とも違うタイプなんで、非常に面白いんじゃないかなと思います。で、杉内投手コーチの、まあ、コメントなんかも聞いてても、まあ、園田投手の場合は、まあ、身長がでかくて手足も長い、まあ、ピッチャーらしいピッチャーっていうところもあって、まあ、今後155キロ、156キロ、これぐらい投げていくんじゃないかと。うん。で、もしかしたら、球界を代表するようなピッチャーになり得る可能性があるというふうなコメント残してますと。で、一見それを聞くと、ちょっと盛りすぎじゃないっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、僕も前言ってましたけども、はっきり言ってこのピッチャーちょっとえぐいです。うん。まあ見る人が見れば、ちょっとこの、まあね、体幹の弱さというか、まあちょっと細さがあったりとか、まあ未完成、荒削りなところはあるんですけども、まあ逆に、それが故に可能性を非常に感じるというか、うん。球の速さもそうだし、マウンドさばき、うん。非常に堂々としてる。落ち着いてる。19歳、1年目には思えない。うん。で、まっすぐの強さ、うん。で、腕の振り。で、変化球の時も腕が緩まない。で、特に、長身からの投げ下ろすフォークボールですよね。フォークボールも同じ軌道、まっすぐとほぼ同じ軌道で最後落ちる。うん、非常に完成度が高い。完成度が高いというか、まだまだ成長していくんだけども、今この現状で、
この段階でこのレベルにいってるピッチャーっていうのはちょっとね、末恐ろしいなっていうところはありますと。うん、それぐらいのピッチャーであると。で、杉内コーチ、千葉投手にも言及しておりまして、千葉投手に関しては、まあ非常にこう、まあ器用というかね、うん。まあ、もともとジャイアンツにいた、まあ僕の同級生なんですけど、まあ田口投手のようになってほしいというふうなことを言ってますと。で、まあ千葉投手もね、もしかしたら見たことない人いらっしゃるかもしれないですけども、非常に出どころが見にくいと。うん。出どころめちゃくちゃ見にくいね。うん。腕が急にパッと出てくる感じ。うん。で、ストレートもめちゃくちゃ速いかって言われるとそうでもないんですよ。145ぐらいなんですよね。多分マックスがね。まあ、常時141、2ぐらいなんですけど、バッターがめちゃくちゃ差し込まれてるんですよ。まあ、大学生とやったりとか、社会人のバッターなんで、少し、プロのバッターとレベルが少し落ちるかもしれないですけども、まあ、それ、とは言っても、だいぶ差し込まれてるんで、非常に、出所が見にくいんだろうなっていう感じをしてますと。で、特にこの、千葉投手に関しては、スライダーっていうところが、まあ多分バッターからしたら消えてるんじゃないかっていう風に錯覚されるぐらいね、曲がりが鋭くて大きいなっていう。まあそこも、田口投手と似てる場所かなっていう風な。あ、田口投手もね、すごくスライダーが切れるというかね、本当に僕もね、ブルペンで撮ったことありますけど、すごいスライダー投げるんですね。まあ、そこまではいかないかもしれないですけども、まあ、そこに似たようなピッチャーなんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、二人の成績、今季、まあ、三軍で、先発ローテをずっと回ってきた二人ではあるんですけども、まあ、少しね、大学生が、あったりとか、まあ、社会人のね、ピッチャー、バッターとか、まあ、独立が多いんで、少しレベルが低いのかもしれないですけども、それでもですね、園田投手、まあ今年19試合投げておりまして、4勝0敗、うん、で防御率が 0.19、 ちょっと異次元だよねこの成績は。うん、で千葉投手に関しても、16試合投げておりまして3勝3敗で防御率が 1.84 というところで、2人とも素晴らしい成績を出してるんですね。うん、でぜひね、ゲルシーチャンネルであったりとか、まあそのYouTube なんかでね、検索して二人の投球を見てほしいんですけど、特にこの園田投手ですよね、ちょっとはっきり言って物が違うところはありますと。よく育成で取れたなっていうところあります。まあ、まあ千賀投手とか、まあもしかしたら山本由伸投手とか、まあいろいろね、好投手、いましたけども、僕それぐらいになりうる可能性あるんちゃうかなと思ってます。まあ駒田三軍監督もおっしゃってましたけども、やはり、まあ線が細かったりとかありますから、まあこの時期っていうのはまあ試合がね、あまり入ってないというところもありますし、体をねもう一回作り直すというか、もう一回こうウェイトトレーニングも含めてね、しっかり、やりきるってことが大事だと思いますし、特にピッチャーなんかはまあ自分の体でねやれたりするというか、うん、バッターはどっちかというとピッチャーに対応していくっていうところも大事なんですけども、ピッチャーはもう自分の、体を極限までにね、高めていくっていうところがすごく大事になってくるかなと思うので、そういった意味でも、まあ、この園田投手ですね、特に僕はこの園田投手っていうのは本当にえぐいなっていう、ぜひ見てほしいなっていうところはあるので、まあね、じっくり焦らず、まあ本人はね、早く一軍にっていう思いはあって、ありながらね、練習してるとは思うんですけども、まあやっぱりこう、しっかり土台をね、作って、2年後、3年後にですね、本当に一軍のローテにね、加わっていくような、レベルになってくれたら、本当に嬉しいなっていうふうに思うので、まあこの千葉投手もそうですけども、この二投手っていうところは、非常に、期待できるんじゃないかなというふうに思うし、千葉投手もね、まっすぐがベースまでも強いっていうふうなね、コメントもありましたから、非常に面白いピッチャーなんじゃないかなと、皆さんね、ぜひ覚えておいてほしいなというふうに思っております。で、最後にですね、まあ、侍ジャパン、まあ、日本ハムの伊藤投手ですか？伊藤投手が、まあ、ちょっとね、辞退というか、そういったところがありまして、まあ、巨人の井上春人投手はですね、まあ、白羽の矢が立ったというかね、緊急招集されまして、昨日の広島カープかなっていう試合にですね、登板して3イニング投げまして、5奪三振かな、うん、っていうところのすごく素晴らしいピッチングを見せましたと。まあこの時期ね、広島もそうですし他のチームもそうですけども、まあ練習をね、しっかり、ある程度やっぱ量をこなしてるっていうのがありますから、まあその広島もね、あまりこうまあ本調子ではなかったっていうのはもちろんあるとは思うんですが、まあピッチング見ましたところ
非常に変化球で、カウントが取れてたりとか、三振5つ取ってましたけども、すべて、最後の回なんかは3者連続三振取ってましたけども、すべて違う球種でね、決め球を使って取れてたりとかしてたんで、非常にこう、今年1年でね、まあ8勝ですか、8勝できましたし、非常にこう大きくね、飛躍した年ではあったと思うので、ぜひね、来季、まあ侍に入ったっていうところもそうですし、まあ戸郷投手じゃない、菅野投手がメジャーに行ったりとか、まあいろんなね、要因がね、あったりするんで、ぜひね、みんなでね、こう、その貯金12というところを埋めていかなければいけないので、井上投手もね、来季は2桁、うん、12勝、13勝目指してね、頑張ってもらいたいなというふうに思っておりますし、非常に頼もしいなというふうに思いました。はい、そんな感じで今日は巨人のピッチャー陣というところに焦点を当ててですね、お話をしてきました。まあ、石川投手の獲得調査からですね、まあその3軍にも、2人めちゃくちゃ逸材がいるよっていう話。で、最後、まあ侍ジャパンで、まあ井上投手が好投したというところで、まあ非常に、まあこの、今今日紹介させていただいたピッチャー、まあ石川投手も含めてですけども、すべて、まあ20代の、まあその他選手とか、千葉選手に関しては10代ですけども、非常に若い世代の、息のいいピッチャーがジャイアンツにもいるというところで、まあ来季ね、まあどうなっていくか、わからないですけども、まあやはりピッチャー陣はね、ある程度やっぱりこう、若い世代にもいるのかなとも思いますし、まあ今、こう、大山選手がね、まあ FA をするんじゃないか、代理人をね、据えて、うん、まあ関東の球団に行く可能性があるんじゃないかみたいな報道もあったりしますけども、ぜひね、打撃という、野手というところに関しても、めちゃめちゃね、しっかり補強してですね、来季ね、このピッチャー陣と、このバッター陣で、噛み合ってね、しっかりこう、今年のね、悔しさというかね、まあ、DNA もね、しっかり補強するみたいなね、噂も出てますから、ぜひね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。